ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りです。日程第1、一般質問を行います。本日は4人の議員に一般質問通告書、通告一覧表の順番によって発言を許可します。なお質問答弁については一問一答方式とし、質問及び答弁は項目ごとに行います。質問者は最初の1項目すべてを登壇して行い、再質問は細分された事項について一問一答で行います。第2項目からの質問は質問席から行います。第1答弁については登壇して行うこととします。時間は執行部答弁を含め60分以内といたします。最初に秋丸議員の発言を許します。9番秋丸君。皆さんおはようございます。おはようございます。9番議員の秋丸陽一です。6月定例議会一般質問初日午前1番目の質問者として登壇をしております。本日はお忙しい中傍聴にお越しいただきありがとうございます。またモニターにてご視聴の皆様にもこの場をお借りしてお礼を申し上げます。今回より一般質問の様子が録画配信されることになり、とても緊張しております。今回は1項目を通告しています。よろしくお願いします。本題にいる前に少しだけ思いを述べたいと思います。石原町政3年目がスタートしました。昨年末に公表された国立社会保障人口問題研究所の将来推計では名古屋町の人口は2050年には半減し、75歳以上の人口比率は約 10% 増し、人数は500人減少し、2050年には名古屋町民の約3人1人が75歳以上になり、生産年齢人口は約 10% 減少し、今より2500人も減少すると予想されています。このような危機的状況の中、町にとって最重要課題は少子化対策です。子ども子育て応援宣言の町として小中学校給食無償化をはじめ、ワクワク応援支給入学お祝い金制度などさまざまな子育て支援政策を打ち出しています。そもそも少子化の原因は長年にわたる未婚・晩婚化による婚姻率の低下です。国は少子化の解決策の切り札として安定した雇用や賃上げなど将来への安心感が担保され、子どもを産み育てやすい社会生活環境基盤の再構築を急ぐべきです。自治体レベルでは対応に限界があります。町は子どもがいる世帯への経済支援に注力しているのが現状です。子育て世代を呼び込むには住みやすく子育てしやすい環境でなくてはなりません。その上で熊本県菊陽町に進出した台湾の半導体企業 TSMC 等の関連企業の誘致や住宅地の提供など、近年出生数の激減で踏み込んだ少子化対策が求められています。前置きが長くなりましたが、今回は行財政運営について質問いたします。要旨1、4月25日と5月27日の熊本長官で人口減少が深刻化する消滅可能性自治体として我が町を含む県内18市町村が公表されました。人口戦略会議の推計によると、
2050年までの30年間に子どもを産む中心世代となる20代から30代の女性が 50% 以上減るとの推計を根拠としている。消滅とは人口減少に歯止めがかからず自治体運営ができなくなる状態を指します。我が町にとって深刻かつ喫緊の最重要課題である。人口戦略会議は早急に地域の特性に応じた少子化対策が急務だと指摘しています。町として深刻な状況を払拭するためには新たな町の将来像を早急に策定し、どのような方策をもって消滅可能性自治体を脱却するのか、人口減少歯止め策関連について今後の政策と方針を問う。以上であります。執行部におかれましてはより簡潔な答弁を求めます。この後は質問に責任で行います。執行部の答弁を求めます。町長石原君。皆様おはようございます。おはようございます。それでは質問事項の1、町行財政運営について、質問の用紙括弧1、消滅可能性自治体として我が町を含む県内18市町村が公表されたが、どのような方策をもって消滅可能性自治体を脱却するのか、また人口減少の歯止め策関連について今後の政策と方針を問うについてお答えします。和水町では令和6年5月末現在、人口9035人、高齢化率 43.3%、令和5年の特殊出生率 1.63、和水町として合併後、平成18年3月末から約18年間で3318人の減、年間約185人程度の人口減少などを考えますと、少子高齢化や人口減少は深刻化しており、喫緊の課題と認識しています。この人口減少に歯止めをかけるため、令和5年度から子育て応援の町、和水町を掲げ、結婚、妊娠、出産、子育てに関する支援を、ライフステージに応じた切れ目ないプランを提供することにより、安心して出産、育児ができる環境づくりに取り組んできました。子育て世帯への経済的な支援策として、結婚時の奨励金の交付のほか、出産時における祝い金の拡充、そして小中高の新入学時に支給する入学祝い金の新設、小中学校の給食費の無償化、そして保育園の副職員の無償化など、昨年度から新たに開始をしたところです。しかしながら、10年前と同様、消滅可能性自治体として位置づけられたことにつきまして、引き続き重く受け止め、危機感を町内で共有すべきであると認識しています。人口減少対策については、消滅可能性自治体の脱却に向けた対策をさらに加速化させていきたいと考えているところです。消滅可能性自治体を脱却するための対策についてですが、まず、消滅可能性自治体とされたことの危機感を町内で共有し、人口減対策、社会減対策、また人口減少による影響への対応について、全庁を挙げて総合的な取り組みを検討、実施していくため、私を本部長とする和水町人口減少対策プロジェクトチームを設置いたしました。また、今年度、第3期の町人仕事創生総合戦略の策定に伴い、将来展望を示した人口ビジョンに修正し、本庁において考えられる地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを再構築した上で、総合戦略を策定することとしています。
ビジョンの策定にあたっては、外部の有識者や民間団体の方を加えた地方名古屋町地方創生協議会で協議することとしており、取りまとめた意見等についても施策に反映させていくこととしています。人口減少を克服するための施策として、人口の自然増に関する事業として、出会い結婚に対する支援、子育て世代への支援、子どもの教育環境の充実、社会像に関連する事業としましては、雇用の場の確保、移住定住の促進、地域の特性を生かした地域振興策などがあり、これらの施策を重点的に改めて必要な施策について全庁を挙げて検討を実施していきたいと考えています。詳細につきましては担当課長より答弁いたします。まちづくり課長野田君。はい、ただいまの秋丸議員のご質問についてお答えいたします。名古屋町人口減少対策プロジェクトチームは、幹部職員で構成されるプロジェクトチームと、その補助機関であります各課から選出されました係長以上の職員で構成するワーキンググループからなる組織となっております。なお、ワーキンググループは副町長をグループ長としております。早速ワーキンググループの第1回会議を5月24日に開催し、消滅可能性自治体について理解を深めるとともに、本町の人口減少の現状等につきまして情報共有をしたところです。ワーキンググループでは今後月1回のペースで会議を開催し、さまざまな視点から消滅可能性自治体を脱却するための施策の調査研究を行います。そしてプロジェクトチームでは、来年度予算に向けての事業化を、来年度予算に向けて事業化していきたいと考えております。以上になります。他に質問はありませんか。9番秋丸君。答弁ありがとうございました。では再質問に入ります。報道以来、多くの方からこの町は消滅するのではないかと聞かれます。私は絶対にそのようなことはありませんと答えています。必ず脱却できると信じているからです。少子化対策について町レベルではですね、限界があるとは分かっています。しかし町ができることは何でもやる、その熱意が大切ではないでしょうか。これを契機にポジティブな発想で早期脱却を目指していかなければなりません。住民の皆様の安心安全な暮らしを守るためにも、行政も議会も心を一つに一丸となって多くの課題に向き合い、本気で改革に取り組まなければなりません。そこで今回の報道に対して、町長が重く受け止められた率直な思いをもう一度お聞かせください。執行部の答弁を求めます。町長石原君。ご質問にお答えします。消滅可能性自治体につきましては、2014年の公表時点でも名古屋町は位置づけをされておりました。で、今回の、また公表において、継続して、消滅可能性自治体となったことに対しまして、まず2020年度時点での人口をベースに今回は公表されております。その後、私が就任しまして、子育て支援プランというのも始めております。で、これの効果がこれから出てくるものと考えておりますので、これと合わせまして今回プロジェクトチームで協議を行い、来年度の予算化事業化に向けてさまざまな施策を展開してまいりたいと考えているところです。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。はい、ありがとうございました。6年前の6月の定例議会、初めて私の一般質問で人口減少歯止め問題を提起しました。早急に方策を考えて推進していただくよう進言しましたが、
人口減少は人口減少が加速して歯止めがかかりません。町の推計予想よりも6年早いペースで減少しています。出生数も直近6年間は40名台で減少傾向です。このペースで推移したら将来的に10年後の2035年、25年後の2050年、町の行財政運営の状況をどのように想定されているのか、分かる範囲内でお答えください。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長、野田君。はい。ただいまのご質問についてお答えいたします。先ほど町長の答弁でもありましたとおり、さまざまな子育て定住支援施策を行っております。この分につきましては過去の一般質問の答弁でもありましたとおり、実証検証する必要があるかと思います。その結果を踏まえまして今後の行財政運営について検討していく必要があるかと思っております。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。このままいきますとですね、やはり、先ほど私が言いましたように、もう町そのものがなくなってしまう状況になると思います。行財政運営どころかもう機能しなくなるという可能性もあると思います。早急にですね、その辺のところはやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。先ほどの答弁でですね、名古屋町の人口減少プロジェクトチームを設置し、また補助機関であるワーキンググループからなる組織を発足したとありましたが、第1回の5月でしたかね、開催した協議内容をもう少し具体的に紹介していただけませんでしょうか。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長、野田君。はい。ただいまのご質問についてお答えいたします。第1回目の会議におきましては現状確認を行っております。その中でいくつか名古屋町の特徴というものが分かっております。ですね、まず、自然増減と社会増減というものがございますが、自然増減について分析していきますと、熊本県が公表しております令和5年10月1日現在の人口動態によりますと、出生者40人、死亡者198人、自然増減は158人の減少というふうになっております。玉名郡4町の中でも最も自然増減の幅が多くなっております。次に社会増減について分析していますと、同様に県が公表しております令和5年10月1日現在の人口動態によりますと、転入者221人、転出者315人で、その差は転出者の方が94人と多くなっております。こちらも玉名郡4町の中でも最も社会増減の幅が多くなっております。このような現状分析を行っております。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。はい、ありがとうございました。人口戦略会議は早急に地域の特性に応じた少子化対策が急務だとしていますが、町長は少子化対策の現状をどう評価されていますか。また我が町は高速インターもあり、地の利もよく自然もよくにもかかわらず、自然減、社会減ともに人口が急激に減少している。
その主な要因は何だと考えていますか。お答えください。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。まず、名古屋町の、年齢構造を見ていきますと、令和5年10月1日現在の、当庁の0歳から14歳までの年少人口は 10.4%、それから15歳から64歳までの、生産人口は 45%、65歳以上の老年人口は44.6% となっております。こちらも玉名郡内の他の町と比較しますと、生産人口と老年人口の割合が同じぐらいという特色がございます。次に20代から30代の若年女性人口は令和元年は770人でしたが、令和6年度末で578人となり、5年間で192人が減少しております。このような町の人口構造の特色、それから若年女性人口の割合、ここあたり辺を分析した上で今後の対策について検討していく必要があるというふうに考えております。以上になります。他に質問はありませんか。9番秋丸君。確かに我が町はかなり以前から、子どものですね、医療費無償化などを推進してこられました。そして昨年は給食費の無償化や、ワクワク応援給付金など新メニューを打ち出し、子ども子育て応援宣言の町として、子育てに優しい町を目指し努力されていることは喜ばしいことだと思っております。町が生き残るには子どもを増やすしかない。究極の目的は若い世代の定住促進であり、端的に言えばどうすればこの町に家を建て住んでいただけるのかが最重要課題だと思っております。人口減少歯止めの成果を出すにはどうすればいいか、子育てしやすい町とはどのような町なのか、テーマ別に4項目に分けて質問をいたします。まず1項目、人口推計から見た質問をいたします。先ほど人口は9000人ぐらい、それではですね、9035、もう一回いいですかね。総人口、現在の年少人口、合計特殊出生率、令和5年度の婚姻組数と男性の未婚率と女性の未婚率、よかったら教えてください。もう一回お願いします。執行部の答弁を求めます。まちづくり推進課長、失礼、まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。まず名古屋町の総人口ですが、住民基本台帳によりますと令和6年5月31日現在で9035人となっております。また名古屋町の年少人口、県の人口動態調査によりますと令和5年10月1日現在の0歳から14歳までの年少人口は906人で、全体の 10.4% となっております。続きまして合計特殊出生率、こちらは令和5年10月1日現在の女性1人が生涯に産む子どもの合計特殊出生率は国全体では 1.20 となっており、過去最低を更新したと、このような報道がされておりました。一方当庁の合計特殊出生率は 1.63 となっており、過去と比較しますと増加傾向にあります。国全体の数値を上回っている状況です。なお人口の維持に必要とされる出生率は 2.07 とされております。続きまして名古屋町の未婚率、こちらの方ですが、
第2期和み町子ども子育て支援事業計画によりますと、ちょっと古いデータにはなりますが、平成25年から平成29年にかけて5年間の平均婚姻件数は 37.6 件となっております。未婚率は平成27年の国調の結果になりますが、20歳から24歳の男性が 92.7%、 女性が 90.2%、 25歳から29歳の男性が 68.7%、 女性が 57.9%、 30歳から34歳の男性で 54%、 女性が37.8%、 35歳から39歳の男性 41.2%、 女性 28.3% となっております。平成12年と比較しますと、平成27年では20代前半の男女、30代後半の女性で未婚率が上昇しているという結果になっております。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。若い世代の定住促進と人口減少歯止め策として、有明広域は、少子化対策の切り札とも言える、婚活事業の推進がなされています。町内には多くの未婚の男女がおられます。婚活によって婚姻が成立すれば、出生数も増加し、さらなる人口増加にもつながります。大事な取り組みだと思います。町内において、民間主導の婚活事業の参入促進については、町としてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。失礼、執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。まず、有明広域行政事務組合で行っております、婚活事業について、紹介させていただきたいと思います。あ、よろしいですか。はい、有明広域行政事務組合で、広域で、婚活事業を進めておりますので、町独自での婚活事業になりますと、競合する部分もございますので、その分については現在のところ検討しておりません。以上になります。はい、他に質問ありませんか。9番秋丸君。今お聞きしたのはですね、町がするということではなくて、民間主導の婚活事業の参入促進ということに対しての町の考え方を今聞いたんです。もう一回お願いします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、町としての、婚活事業への、そういった民間の、推進というお尋ねでございました。この分につきましては、また今後、先ほどご説明しましたとおり、プロジェクトチーム、それからワーキンググループあたりで、貴重なご意見として受けたまりまして、今後、課題として検討してまいりたいと思っております。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。はい、人口減少は町の基盤を揺るがす深刻な問題であります。出生数の維持は喫緊の課題です。和み町の年少人口は先ほど906名と言われましたが、このままのペースで推移すれば6年後の2030年には何名になりますか。2030年。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。令和2年に、令和2年3月に策定しました、和み町人口ビジョンでは、国立社会保障、人口問題研究所、通称、社人研といいますが、こちらの推計によりますと、2030年の、年少人口は、
725人で全体の 8.4% になると推計しております。以上になります。他に質問ありませんか。議長。9番秋丸君。私も調べてみました。現在1歳から8歳までの出生数がですね404名平均50名程度です。9歳から14歳までの出生数が433名平均72名。このペースで、いけば6年後は704名となり、その時の人口が8400人と仮定すれば年少人口は 8.3% となります。これを 10% 以上にするためには最低840人となるから、あと140名増加しなければならない。今年度から6年間は年平均73名の出生数が必要となる。現在は年間50名程度であるので、あと23名から25名の出生数が必要となります。まあ、こういうことで先ほどの答弁と大体一緒だと思いますが、あと23名ないし25名の出生数が必要だということですね。出生数の維持は喫緊の課題であります。今後10年間が少子化反転のラストチャンスだと私は思っております。この件よろしくお願いします。小田原日本一の町として全国から脚光を浴びている徳之島にある徳之島町はですね、人口は9400人と小規模な町ですが、この出生率は 2.25、 14歳以下の子どもが1400人いるということで、2030年の予測でも人口8400人、1240人、14.5% ということでありますので、我が町もこの10年がですね勝負だと思いますので、ぜひ、あらゆる手を使ってでも人口子どもを増やしていく政策をよろしくお願いしたいと思います。次に、2項目目、子育て支援制度から見る子育てしやすい町について質問をいたします。ちょっと待ってください。今のは説明です。ああ、説明。はい。はい、で次に行っていいですか。あ、どうぞ。いいですか。じゃあ次に2項目目の、子育て支援制度から見る子育てしやすい町について質問いたします。子育て支援体制は自治体によって異なりますが、若い世代が移住定住を決めるとき、その自治体がどんな子育て支援をしているのかを確認すると思います。我が町も給食無償化やさまざまな支援を行っていますが、子育てしやすい町になるためにはさらに時流に適応した新メニューを提供しなくてはなりません。6月6日の熊谷新聞に掲載された高森町の子育て支援策について紹介いたします。高森町は今回も消滅可能性自治体とされています。子育て支援事業費は総額1億340万を計上、財源には好調なふるさと納税を活用されています。町民が安心して子どもを産み育てられる環境整備を進めて、たいと言っておられます。質問します。令和6年度の少子化対策にどれくらいの予算を計上されていますか。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。令和5年度の、あくまで、決算見込み額とちょっと予算ではなく決算見込み額ということでお聞きいただければと思います。空き家バンク、活用促進補助金、それから約、9400万円程度になるかと思われます。以上です。いいか。9番秋丸君。はい。この金額は十分だと思われてますか。
行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。十分かと言われますと、比較する対象がどこということもございませんので、この分については、回答は控えさせていただきたいと思います。以上です。他に質問ありませんか。9番秋丸君。岡山県奈義町は10年前40億の当初予算の 3% に当たる1億2500万を少子化対策に計上しています。本町の当初予算は89億ですので2億6千万ぐらいになりますが、少なくとも2億円はですね、計上すべきではないでしょうか。ふるさと納税を頑張っていただき、これを財源にすれば良いと思います。これからは踏ん張りどころです。この件についての答弁をお願いします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい。ただいまのご質問についてお答えいたします。今年度、令和5年度の、ふるさと納税額もあくまで見込み額になりますが、だいたい7億6千万程度ということで、前年度を上回っております。こういったものをですね、財源としまして、さまざまな施策に当てていきたいと思っておりますが、個別具体的な施策につきましては、先ほど申し上げましたとおり、ワーキンググループ、プロジェクトチームの中で検討していきながら協議していきたいと考えております。以上になります。他に質問はありませんか。9番秋丸君。参考程度にちょっと述べさせていただきたいと思います。高森町と岡山県奈義町の各種支援策について紹介いたします。今回の高森町の子育て支援の目玉ですが、まず1番目に小中学校の修学旅行費用の助成、2番に、保育園などを利用せずに自宅で育児する場合は就学前まで月1万5000円を支給する。3、条件付きで奨学金の返還免除制度。4番、自治体が家事代行や育児ヘルパーの派遣サービスを提供。5番、子育て世代の移住定住で、住宅購入費用を補助、新築で、上限500万、中古で100万を交付する。続きまして、岡山県、奈義町の子育て政策のでは、若者向け定住促進住宅の新設、高校生の通学費用年間9万3000円支給、不妊治療の自己負担額の2分の1、年間20万を上限で5年間支給する。一人親家庭に年間5万4000円支給、一人末ごとに2万7000円を支給、小学3年生までの子どもの預かり、これは民間事業ですけど、自己負担1時間、300円、これら子育て支援策は、戦略的に欠かせない事業だと思います。その中の移住定住促進策の観点から質問いたします。町内の民間アパートに居住されている世帯数は把握されておられますか。町は執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。ただいまのご質問の内容につきましては、申し訳ございませんが、認識しておりません。この場でお答えすることができませんので、今後勉強させていただきたいと思います。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。はい。これ参考ですが、5年前ですね、令和元年6月議会での質問で私が調べたデータですが、質問で当時私が調べたデータですが、菊水地区内の中央商工区ですね、
のアパートは23棟あって241世帯あります。で、まあ稼働率が 90% しましても220世帯、まあ、人口にしますと4人家族で880人、3人だったら660人ぐらい、まあ、この中で若者世代の ほぼといってもどうかな、まあ、約7、8割は、子育て世代の方だろうとは思いますが、そういう状況であります。あ、その時もですね、アンケートを取ってどうですかというふうな質問をしたかと思いますが、それから町は全然これはしてなかったということですね。はい、では次に質問します。住宅需要はさまざまな要因で決まるもので、住宅促進政策を行う上で綿密なリサーチとデータに基づき取り組むべきであります。特に新たな新築住宅需要の可能性が見込まれる子育て世代のアパート入居者世帯には情報の提供をし、町内に家を建てていただくよう働きかけるべきだと思います。そのためには対象世帯の意識調査など必須となります。この件については6年前にも提案しています。取り組む意向があるかどうか、町の考えをお聞かせください。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。貴重なご意見ありがとうございます。今後重要な課題として今後検討させていただきたいと思っております。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。はい、それでは移住定住促進策として3番目に、若者向けの定住促進住宅の新設のお考えはありますか。町の見解をお聞かせください。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。こちらも貴重なご提案ありがとうございます。個別具体的な先進事例の取り組みですとか、今ご提案いただきました内容につきましては貴重なご意見としてお受けたまわりして、今後のプロジェクトチームワーキンググループの中でも評価検証していきたいと考えております。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。はい、じゃあ4番目にですね、新築で上限500万、中古で100万円を交付する、まあ、高森町の政策ですが、まあ、子育て世代の移住促進についてですね、質問いたします。新規住宅購入費用の補助の件では、ちなみに私は前々から分割で600万円ぐらいは補助すべきだというふうに考えておりました。高森町から先を越されたなという感じがしています。これくらいのですね、思い切った政策を打ち出さなければ消滅可能性自治体からの脱却は私は難しいと思っています。町の率直な考えをお聞きします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。これまで過去の一般質問の中でも高森町ふるさと納税の急増ですとか岡山県奈義町の子育て政策、こういったものをご提案いただいたかと思っております。答弁が重複いたしますが、今後のプロジェクトチームワーキンググループで検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上になります。他に質問はありませんか。9番秋丸君。ではですね、5番目です。経済的支援策として、
1、小中学校の修学旅行費用の助成、条件付きで奨学金の返還免除制度をやるということで、3番目に高校生の通学費用年間9万3000円支給、これの3点については町としては取り組むというか、そういう意向考えですかね、お聞きしたいと思います。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。貴重なご意見、ご提案ありがとうございます。重ね重ねの、答弁になりますが、こちらの今ご提案いただいた内容につきましても、今後プロジェクトチーム、ワーキンググループで評価検証を行いながら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上になります。他に質問はありませんか。9番秋丸君。はい、それでは質問いたします。3項目目に、周辺の環境や施設設備から見る子育てしやすい町について質問します。子育てしやすい町の主な条件は、まず1、安心して出産や育児ができる環境、2、公園や児童館が近くにある、3、子育て世代が多い、4、商業基盤が充実している生活の利便性がある、4、通勤通学の利便性がある、6、医療機関が充実している、特に小児科がある、7、親子の居場所があるなどではないかと思います。安心して出産や育児ができる環境の整備は不可欠です。我が町の子育て環境はどうでしょうか。町長はどのような評価をしていますか。執行部の答弁を求めます。町長石原君。ご質問にお答えします。まず今回のご質問、人口戦略会議が公表した消滅可能性自治体のお話だと認識しております。それっていうのは20歳から39歳の女性の人口が 50% 以上減少するというお話でございます。名古屋町としましては、この世代の女性を増加させるために、これまでの子育て支援策に加え、安心して産み育てられる環境づくりとしまして、女性が安心して働ける場所、女性の雇用など人口安定化の鍵となる女性が活躍できるための施策を展開する必要があるというふうに考えているところです。以上です。他に質問はありませんか。9番秋丸君。今女性が活躍って言いましたかね。今女性が何て言われましたかね。ちょっともう一回言うかですか。再度答弁をお願いします。町長石原君。これまでの子育て支援策に加え、安心して産み育てられる環境づくりとして、女性が安心して働ける場所、雇用、女性の雇用など人口安定化の鍵となる女性が活躍できるための施策を展開してまいる必要があると考えております。9番秋丸君。具体的にどういう施策ですか。執行部の答弁を求めます。町長石原君。繰り返しでございますけれども、女性が安心して働ける場所、女性の雇用などを確保していく必要があると考えております。他に質問ありませんか。9番秋丸君。公園の整備についての、進捗状況といいますか、どこまで進んでいるか、簡単にお願いします。歯止めさん。質問の趣旨には、人口減少の歯止め策関連ということで、町長が公表されている公園整備についての質問でございます。関連性を求め、答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい。
ただいまのご質問についてお答えいたします。これまでの議会の中でもご報告しました通り、場所の選定の方は済んでおります。場所の方は菊水ロマン館の道の駅、それからふるさと交流センターの前の公園というところで場所の選定を行っておりますので、これから事業に着手するところでございます。以上になります。他に質問ありませんか。9番秋丸君。藤本副町長は4月の就任の際、熊日のすみません、4項目目になります。これは働く環境についての質問です。働く場ですね、働く環境についての質問です。副町長は4月の就任の際、熊日の取材に対して TSMC の県内進出の好影響を町にもたらそうと半導体関連企業の誘致にも尽力したいと述べられています。期待をしております。この件について副町長に新しい動きなど言及をお聞きしたいと思います。しばらく休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの質問は人口減少の歯止め策に関連すると受け止め許可します。執行部の答弁を求めます。副町長藤本君。ただいまの秋丸議員のご質問にお答えします。私は熊日の副町長就任の際の取材の際に TSMC の企業進出のいい効果を名古屋町にももたらしたいと回答しております。それから私がおりました3月末までおりました熊本県庁の企業立地課などにも立ち寄りまして、何かそういった進出の動きはないかなど情報収集に努めているところです。以上です。他に質問ありませんか。9番秋丸君。益城町はですね、産業団地整備に12億円かけてインター近くに産業団地の整備計画を進められています。企業を誘致するにあたり産業用地と住宅用地の受け皿がなくては誘致活動のプレゼン提案もできないと思います。今後産業用地及び住宅用地の整備計画に関しての町の方針をお尋ねします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。町長がこれまで答弁の中で申し上げているとおり民間活力を活用した事業展開を考えておりますので、そのような民間活力を活用して事業を展開していきたいと考えております。以上になります。他に質問はありませんか。9番秋丸君。答弁ありがとうございました。それでは最後にですね、提言としてちょっと言わせていただきたいと思います。報道では今回消滅可能性自治体を脱却した市町村は9自治体で、この10年間は少子化対策に重点を置いた政策を推進して脱却したと記されています。出生数の維持は喫緊の課題であり、今後10年間が少子化反転のラストチャンスだと思います。今後は行政と議会は常に情報の共有を図りながら議論を行う機会を増やし、さまざまな難題を克服していかなければなりません。議会も議会版プロジェクトチームを設置し、町が発展するよう行政と心を一つにして、町でやれることは何でもやる、一刻も早く消滅可能性自治体の脱却を目指したいと考えています。町が生き残るには子どもを増やすしかない。奈義町の町長のこの言葉を肝に銘じ、町民の安心安全な暮らしを守るため、みんなで
頑張りましょう。この提言をもって私の一般質問を終わります。ありがとうございました。以上で秋丸議員の質問を終わります。